よ、お前さん。にゃんハロー、こんちゃーす。あら、いらっしゃい。もしかして診察に来てくれたの？嬉しいわ。今日はどんな実験をしましょうか。冗談よ。聞いてるわ。本の配達なのよね。ありがとう。ああ、あなた様。私のためだけにわざわざいらしてくださるなんて感激ですわ。さすが私の伴侶です。これが例の本ですか。いただきますわ。なんです、これは。私の運命の人に寄ってたかる女たちがこれほどまで。すぐに懲罰を。ちょっとエリコちゃん、今回はそういうのはなしでって話したでしょ。ルカ、アンナちゃん、ナナカちゃん、本のことよろしくお願いするわね。ふっ、任せておけ。考えてみたら、君と一緒に黄昏の都の手がかりを探し始めるようになってもうずいぶん経つわね。あなた様といろんなところを巡り絆を育んできましたわ。それはもう切っても切れない赤い糸をどこまでも強く結び直すように。クスクスクス。君とならこれからも最高の時間が過ごせると思ってるわ。頼りにしてるわね。それについては美月さんの言葉に同意いたします。あなた様、これからもよろしくお願いいたしますわ。はい、本の用意ができたわ。受け取ってちょうだい。次の配達先はこちらです。道中お気をつけくださいませ。ファイトですぞ。これからも頼りにしてるよ。ではさらばだ。我ら煉獄に邁し一陣の疾風。